ヨーロピアンルマンシリーズはヨーロッパを中心に世界各国を転戦して行われるスポーツカーレースのシリーズ。エストリル4時間レース2004年にルマン耐久シリーズとしてスタートし2006年からルマンシリーズと解消。2012年に名称を現在の名称に改めた。なお、エルムズのシリーズ名では2001年1年間だけ開催されたが、 エントリーが少なく1年で消滅したことがある。ルマン24時間レースを主催するフランス西部自動車クラブのレギュレーションに従って争われる。シリーズ上位者にはルマン24時間のシード権が与えられることもあり、マイレース40台以上を集める盛況なシリーズに発展した。そして2010年にはインターコンチネンタルルマンカップ開始へとつながり、これが FIA 世界耐久選手権復活の足がかりとなった。発足当初は LMP1、LMP2、LMGT1、LMGT2 の4クラス制だったが、世界耐久選手権発足後の2012年からは、LMP2 FL、FLM、LMGTE Pro、LMGTE Am、GTC の5クラス制となった。ただし、2012年は、 世界耐久選手権の発足、欧州の景気低迷によるエントラント減少などの影響を受けた。結果、第2戦がエントラント不足でキャンセルとなったほか、第4戦以降も参加者が見込めないことから、主催者は同年7月に残るシリーズ戦をすべてキャンセルすると発表した。なお代わりに、同年10月に行われるアメリカンルマンシリーズの プチルマンにエルムズのエントラントが参戦できることになっており、エルムズについては同レースのポイントを2倍で計算した。その後は世界経済回復とともにエントラントを取り戻している。2015年からは LMP によりさらに安価な LMP3 規定が導入された。また2016年から GTC クラスはミシュランルマンカップとして独立し別シリーズとなっている。 日本勢の参戦は稀だが、2016年に LMP2 クラスの t d a イ t d s 2017年に G ドライブから平川亮が参戦し、計算賞を挙げている。ありがとうございます。